下田港を目指していた男性2人が乗る小型船舶が行方不明となり、おとといから捜索が続いています。行方不明となっているのは、三重県の40代の男性と、神奈川県の20代の男性が乗る小型船舶です。下田海上保安部によりますと、2人は21日午前、三重県伊勢市から横浜港に向かって出港。途中で、 愛知県西尾市の港に立ち寄った後、21日に下田に入港すると友人に伝えたものの、連絡が途絶え。一昨日、友人が通報しました。海上保安庁が捜索を続けていて、今朝も再開しましたが、まだ見つかっていません。